てれるぜみやあ力剤の赤髭薬局がお送りします。このコーナーはですね、皆さんから寄せられました電話ファックスのメッセージの中で僕たちが照れちゃうようなちょっとエッチな内容のものを紹介するというこのコーナー。はい。いただいたのは千田軍の代表取締役さんからです。 申し訳ないとい,ういや学校のこと、頃のことです。友人が。ごめんな。お前に書いたあくビデオ、母さんに没収されちゃったんだ。申し訳ないと言ってきたんです。その友人の母さんとうちの母さんは仲良しで、何でも通過。やばい。俺が貸したこともバレとる。それより何よりそのあくビデオはお父さんのコレクションだ。<laughs> こ <laughs> っそり拝借したものこの後どうなったかは皆さんのご想像通りですっていうよそのうちからもうざっと次のうちまで総ざらえで被害にあって見えるわけでしょ、ね、被害っていうのが喜びの伝達者でしょう、えー、<laughs> うちのあの親父は、えー、理科室かなんかの,<う>その暗幕っていうのか黒い幕をやってたんですから先生たち、うん、公立高校とか中学校の先生たちにうん、うん、まずその真っ暗した暗室でどのくらいあの理科の実験とかなんかをうん、うん 映す映像じゃなく、スケベビデオを持ってって、持ってこいっていうのは先生が、<ー>んでそこで映写させてっていうためのものがうちにあったもんだで、放送<ー><ー>親父が、ユキオ君、うんうん、いいカバンがあるんだけども、うん、もらわないかぐらいのこと言って、うん、あんまりくどいもので、もうちょーって言ったら、中にエロビデオがいっぱいだった、うん、ブルーフィルムだったけどね、その頃のは、ベルハウエルとかなんかの,あの映写のエルモとか、から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 って言いながら、あの音声のないやつ。 お父さんはある程度もう男の大人になった息子にそういうものをどういう形で渡してやろうって悩んだんでしょうねきっとというか本番もしちゃっとるのにそんなもんそう簡単に見たないがやと思ってたぐらいな気持ち悪いっちうその直接的な発言が <laughs> 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 変わりまたマイクで頭を打ってしまいました、えー、こちらです、えー、もう一方は江南にお住まいの夢中刑事アハーンさんです 急にそんな雰囲気になった時っていうのありますよねない絶対ないよ <laughs> もう枕持って逃げとるもう家の中計画的だよね違う違う違うじゃあじゃあ計画ね奥さんとじゃなくてもうだ若い頃のことを振り返ってたわまあ男女でおりますと急にまあ,あんそんな雰囲気になる自分が自分になっとるよ最近、うん、<laughs> お恥ずかしい限り <laughs> 急にそんな雰囲気になった時まずはシャワーなんてこともなく一気に盛り上がってしまって感情のまま運動会に発展なんてことも あるんですよねしかしですわまだまだ若輩者の私うん突然そういうことになっちゃって突然盛り上がって感情のまま運動会に発展したはいいがハッと彼女の畑周辺を見たらトイレットペーパーのカスを見つけてしまった時ですわ一気に冷めて慣えてしまいました理由も言えずごごめん今日ちょっと調子悪いわと、はああ不戦 不先輩っていうんですか戦わずして負けるみたいな宮地さんほどやっぱり誘っ悟ってないもんですからこんなことでダメになってしまった自分彼女に本当に申し訳ないと思います、まあ、おかずの豊富さっていうのは結構ありますからねイマジネーションの世界の中で <laughs> やっぱおかずっていうのは大事ですよ親父が食欲なくなった時にお医者さん行ったのこの頃どうですか食欲の方は?」先生に聞かれた「うん、おかず次第です」って <laughs> <laughs> 修行が大切ですね、はい、今日も2枚ご紹介させていただきました赤ひげさんの素敵なドリンクスタイルイルルミサちょっと違いますストロングミサイルドリンク2本セットでプレゼントの方は金曜日に抽選会ですので読まれましたお二方お楽しみにストロングミサイルドリンクのえプレゼントがございます。以上テレルゼミヤーチでした